キサラギヤミチャンネル。本日取材班が向かったのは、日本の豊かな自然を現代に残すキサラギの森。ここには今では絶滅危惧種に指定されている大キサラギ風鳥が暮らしております。大きな角と三対の羽を持ち、圧倒的存在感を放つこの鳥の鳴き声がこの森にはこだましております。おや、スタッフが何かを見つけたようです。一本の木の表面を静かに見つめています。これいますね、あの闇リンゼミ、闇リンゼミ、あの住居スタートがあるでしょ、そこにバッテンの傷、これね、いるんですよ。もしかしたら今日聞けるかもしれませんね。その時です。闇リンゼミの大合唱です。まるで私たちを歓迎するかのような自然のオーケストラに、スタッフ一郎息を呑みます。まだまだ神秘が隠されているキサラギの森、この森を未来に残すこと、それが私たちにできるこの森への恩返しなのかもしれません。